こんにちは、速稼塾の久保です。ビットコインが430万、40万ぐらいですかね、今ね。ここでですね、一体ビットコインっていうのはいつ頃から始まって、そしていつ頃から価格がついたのかをちょっとね、年表がてらお話ししてみようかと思います。まずね、最初のビットコインが登場したっていうのは2008年のことだったと思うんですよ。で、2008年の10月31日ぐらいにサトシ・ナカモトって方が論文をまあどっかに発表したんですよね。どこに発表したのかよく知らないんですけども、発表したとされています。で、その論文を読んでいろんな方がビットコインという概念をどんどん形にしていったってことなんでしょうかね。当然この時にはビットコインの価格っていうのは0円です。取引は全くされてません。そして年が明けて2009年の1月9日なんですけども、ビットコインのバージョン1っていうのがね、 0.1 っていうのがリリースされたんですよね。ここで初めてビットコイン形になったと言えます。当然ですけども、この時に誰でもビットコインの取引には参加できるけども、誰も参加してませんでしたので、価格は0円で、誰一人ビットコインを買った人はいないというね、当然売った人もいないというスタートになっております。2009年、皆さんはね、あなたは何をしていましたか。もう世の中を変えるような出来事がこの2009年の1月に起きていたんですよね。そして、3日ほど経って2009年の1月12日なんですけども、最初の取引が行われました。サトシ・ナカモトからソフトウェアの開発者であるハル・フィニーさんっていうですかね、ビットコインの送金が初めて行われました。当然送金のテストみたいなもんだったんで、お金で取引されたわけではありません。送金っていうプログラムを、まあ理論上のそのね、送金がね、ちゃんと実際できるかどうかっていうのを試したということなんで、流通価格は0円です。この時もまだ値段はついてません。今考えるとね、この時にね、10枚でももらっときゃよかったですね。まあでもビットコインって存在も知らなかったですもんね、私たちはね。で、2009年のそれから10ヶ月を経って、2009年の10月5日です。この時に初めてビットコインに価格がつきました。ですから今2021年なんで12年前ってことになりますか。12年前はあなたは何をしていました。12年前に一生懸命仕事をしていたら今頃莫大なお金が手に入ったかもしれませんよね。でも12年前にビットコインを買ってみると、今莫大なお金になってるかもしれません。とてつもない金額です。なぜなら当時 0.07 円が1ビットコインだったんですよ。 0.07 円が430万円になってるわけですから、いくらですか。430万倍かける100ですよ。434,000だから4億倍ですよね。当時から考えると4億倍に10年余りで急騰する通貨って何かありますかね。で、最初ビットコインの法定通貨との交換レートはこの価格だったんですけども、この時の1ドル価格は、1ドル 1309.03BTC って書いてますね。だから1ビット 0.07 円ってことですか、計算が。で、これはね、ビットコインの採掘に使った電気代が、まあ、モデルになって提案された価格みたいですね。で、そして2009年最後の出来事なんですけども、2009年の10月12日終わりには 0.09 円でした。最初の取引から1週間ほど経って2回目の取引が行われたんですが、5050ビットを5ドル0.02で購入した方が現れました。ニューライブラリースタンダードっていうアカウント名になってますよね。これが初めてのビットコインと法定通貨の交換という歴史的な瞬間になったということでございます。まあ、ですんでね、よくピザ2枚をビットコインで買ったみたいな話が語られてますけども、あれは後からついたお話だと思います。そしてすごく分かりやすい例としてああいうのを用いたんですよね。実際はピザロイヤルハットかなんかね、ピザシカゴとかがね、宅配に来たらちょっとビットコインでお支払いお願いみたいなことが起きたわけではなくて、おそらくプログラマー同士が、あ、美味しそうなピザちょっともらえるって言ったら、うん、あげてもいいよって、その代わり1ビットちょっとちょうだいよみたいな、そんなね、雑談の中で行われたエピソードが大きく広がったんではないかなと思います。まあ、そもそもビットコインとピザを交換したような歴史的ななんか記録はありませんのでね、単なる噂話、ヨタ話、例え話だというふうな形だと思います。それから時間まだまだ過ぎますよ。もうちょっとだけお話ししましょうか。
今ピザの話を私しましたけども、これがね2010年に語られた話になってます。2010年の5月22日、この時終わり値は 0.07 円から始まって 0.2 円まで伸びました。初めて商品とビットコインの交換が行われるというふうにされたエピソードがここに刻まれてます。ピザ2枚約25ドルと1万ビットの交換が行われ、これが商品購入における最初のビットコインの決済の例となったということなんですよね。正確に言えばですね、これね、店舗側がビットコイン決済を受け付けていたわけではなく、ピザの購入代金を第三者にビットコインで支払い、その第三者にピザの通常の決済方法で買ってもらったという流れなんで、先ほど私がお話したように、特にね、宅配ピザに対していきなりビットコインで支払いお願いみたいな、そんなことあるわけないですよね。うん、だから、ピザを買った人に対して、ちょっとビットコインをあげるからピザはちょっと一切れちょうだいみたいな話だったんだと思いますよ。まあこのピザの話ってのはね、非常に前つばで、本当はこんなエピソードはなかったんでしょうね。後付けですよ、これは。で、次のニュース。2010年の7月11日ですけども、この時もうすでに値段が上がって 0.7 円になっています。で、コンピューター系ニュースを中心に取り扱う電子掲示板であるスラッシュドットにビットコインが取り上げられたと。初めてビットコインがニュースになったということです。これにより多くの人々にビットコインが知られるようになったと。でも多くの人々って言ってもせいぜいね、数千人ぐらいなんじゃなかったかなと思いますよね。当時 0.7 円でございます。それから一気に値段が1週間で10倍になりました。ね、ビットコインが多くの人に知られたからでしょうね。2010年の7月18日、だから今から11年前ですかね。この時ビットコインの取引価格は1ビット7円です。ビットコイン取引所マウントゴックスがサービス開始ね。この時にあのマウントゴックス、ゴックスって言いますけどね、あれが始まったってことですよね。日本でも有名になりましたよね。で、世界最大のビットコイン取引所にやっぱりここが成長したということですよね。なるほど。で、7円から価格が落ちますね。どんな事件があったんでしょうか。先ほどお話したニュースから1ヶ月後、2010年の8月15日、終わり値が6円に1円だけ下がりました。これね、ビットコインのバグによって1840億ビットコインが偽造されたということになります。ビットコインは偽造できないと言われてますけども、ここで偽造されてるんですよね。だからその後のバージョンアップが必要になったということも言えます。ビットコインの脆弱性を突き、1840億ビットが偽造されました。ビットコイン史上最悪のセキュリティ事件といいますが、すぐに開発チームにより修正対応がなされ、影響はほとんど残りませんでしたということで、大きな被害はなかった、そしてニュースにもならなかったということで、歴史上の一つのねポイントにはなりました。ビットコインが有名になったからこういうふうな歴史も振り返れますけども、このまま消えていくような事件になりますと、ビットコインというのは人に知られることもなくね、そのまま暗号通貨という概念はなかったのかもしれません。で、2010年の最後のニュースになりますけども、2010年の9月18日はさらに値段を下げて、終わり値が5円でした。マイニングプールによる採掘に初めて成功するということなんで、今では一般的になってくるね、マイニングとかプールとかいう概念がここで始まったんですね。世界初のマイニングプールであるスラッシュプールが初めてビットコインの採掘に成功したということで、私たちはこんなね歴史的な、事実を知らないまんま安穏と過ごしていたということになると思います。あなたは2010年どんなことをしていましたか。ビットコインの世界ではこんなにねたくさんの世界を揺るがす卵となる事件が数々起きていたということになります。私たちがビットコインを知るのはとてもじゃないけど1ビット5円とか7円とか6円とかっていう時代ではなくて、せいぜい数万円というね、ここからさらに1万倍ぐらいの価格をつけた時でないと知ることがなかったっていうのが、まあ、現状じゃないですかね。それから1ビット1万2万という時代がありましたけども、そこからさらに数百倍の価格をつけて、現在は1ビットが400万とも、一時期700万とも言われることになりまして、これからビットコインは1000万とか1億とも言われるようなね、そんな価値を刻んでおります。じゃあ今回はね以上ぐらいにしときましょうか。まあビットコインの歴史ってのをおさらいすると結構長くなりますんでね、まだまだあと10年分はお話しすることがありますけども、今日はこの辺で。ではいってらっしゃい。